い、どうも、トシボーイズチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回私が話させていただきます。続、元公安の話。ゲスト会前に、元公安のお話させていただいたんですけれども、はいはいはい。また今回もですね、元公安の方からいろいろお話聞いているので、そのお話をさせていただきます。はい。元公安の方がですね、警察官の学校に通っていた時のお話なんですけれども、はいはい。大きい寮の、一部屋にね、もうぎゅうぎゅうに詰められるんですって。その学生がね。はいはい、はい、うん。その元公安の方、まあ、20年、30年以上前か、前の話なんですけれども、あのね、狭い部屋に2段ベッドが3つあるんですって。だからその6人そこにね、寝るんです、そこでね。ね、うん、6人部屋なんですよ。でももうほんまにフリースペースなんてないような状況ですよ。ね、状態で。もうじゃあ、今ならちょっと問題視されそうなね、感じですけど。そうなんですけどね。で、そこで寝ていたんですよ。向こうの方がね、ふーっと寝てたら、カツ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 っていう中に、革靴の音聞こえるんですよ。見回りかなんかかなと思ったんですって。でも、ちょっと待てよと思って。ここ、警察官の寮だし、見回りっておかしくないと思ったんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ、普段はない、普段はないんですよ。なんだこれっつって。で、カツ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 って来て、で、自分らの部屋の前で止まるんです、それが。ん？と思って、扉の方を見たんですよ。ほら、すりガラスになってて、そこをね、懐中電灯で照らしてるんですって。見えるんですよ。ガラス越しにね。ガラス越しにかちょっと見える。どんなかはちょっとわかんないけど。なんですよ。ほら、なんか喋ってるんですって。ここか、ここだなぁ、みたいな。入ろうか、みたいな。入ろう、みたいな。二人の声聞こえるんですって。で、ガチャーと開くんですって。ほら、その懐中電灯の光がふーっと上がってくるんですよ。で、と思って、ふって見たんですって。そしたら、誰もいないんです。で、扉開いてるんですよ。ギーとね。と思って、そっからちょっと出て。って周り見るけど、誰もいない。なんやこれ声とね、ドアがいただく。開くんですよ。おかしいぞと思って、寮のルームメイトたちに、おかしいことが起きてんのよ、つって。あ、ほんまにみたいな。疲れて寝てしもうって、覚えてないわ、そんなことあったんやってなってね。あ、他の人気づいてないんだ。気づいてないんです。そんな6人のうちのね、一人が、俺実は、メーカーなんだよね。だから、俺ちょっと塩置いてみるわ、みたいな。念じた塩。で、盛るんですよ、塩ね。盛り塩。小さい皿用意して、ぐーっと盛るんですよ。それを2つぐらい用意して。で、その夜ですよ。で、みんな起きてるんですよね。言われたから。起きてるんですよ。ほんならまたやっぱり、カツ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 って夜中に来るんですよ。わ、やっぱ来たな、みたいな。そうちゃうかったや、みたいな。カツ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 って来て、カツ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 。みんな聞こえてるんだ。で、また、ここだなぁ。ここだ、ここだ。入る？入ろうか。同じような会話してて。で、ガーッと開いて。声だけ聞こえるんですけど、何もいないんですよ。あれ？入れないなぁ。入れないぞ。なんでかなぁ。なんでだろうなぁ。言って、その部屋持ちして、カツ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 って行くんですって。と思ってみんなも。出て、見るんですよ。誰もいないんですよ。森上聞くんやなぁって話になったんですよ。で、その話をね、いろんな部屋の方に話したんですよ。こんな話があって、こんな話あって、みたいな。で、そこがね、ずっと廊下があって、で、ここの部屋、ここの部屋、まあ、例えば A 室、B 室、C 室ってあって、自分たちの部屋は奥の方だったんですよ。で、そこ通ってるからみんな聞こえてるかなと思って確認したんですね。革靴の声とか、懐中電灯とか、照らされてないって言っても、知らない、知らないって言うんですよ。だから自分らのとこだけなんですよね。知ってんのが。聞こえてんのが。いや、変やなーって話をしてるんですよ。で、それがね、結構盛り上がっちゃって、寮内でね、結構ね、噂になっちゃったんですよ。あそこの部屋には霊が出るみたいな。霊が訪ねてくるみたいな。で、その話を聞いた教官のめちゃめちゃ偉い方がね、ちょっと来い言うて、その6人を呼ぶわけですよ。なんか噂聞いてんでみたいな、お前のとこ霊が出るみたいな、みたいな。どんなやつって聞くんですって。まあその人は、こうこうこうでこうでね、みたいな。わーっと来て、カツカツカツと来て、懐中電灯照らしてくるんですよ。なんで結構怖くて、森上したら出なくなったんですよね、って言ったら、お前。この話、誰にもすんなよ、って言うんですよ。で、僕が聞いた元コアの方は、素敵だったんですよ。ああ、成績いいんだ。むちゃくちゃ良くって。だから、お前、絶対すんなよ、みたいな。お前ら、そもそも、みたいな。で、警官になって、こんな話したら、格下げか、左遷かとかやからな、みたいな。絶対すんなよ、こんな話、みたいな。気になっちゃってね、あの部屋ってなんかあるんですかって聞いたんですよ。そしたら、いや、毎年あんのよ、みたいな。あるんだ、毎年。あるよ、みたいな。毎年あるんだけど、それはもう見て見ぬふりよ、みたいな。どうもしようもないからね、こっちも、みたいな。
でも使わなくすりゃいいじゃないと僕は思うんですけど。あ、そっかそっか、そうね。こう使えませんみたいな、うんうん。でもなんかずっと使い続けてるんですって。まあ、ギチギチぐらいだからね。ギチギチぐらいだからね。まあ、これも、まあ、数十年前、結構昔の話ですからね。っていう話があったんだよ、みたいな。へぇでもそこはもう取り潰されちゃって、今もないんですけど。あ、両骨ないんだ。そう、ないんですけど、当時はもう結構持ちきりで怖かったみたいな。うん、でそれよりゾッとしたのが、うん、あんな毎年毎年出てるっつって、うん、で6人は絶対体験してるのに、その6人の体験談を警察になって一度も聞いてないことって言ってましたね、うん、本当に情報が統制取れてて誰も漏らしてないのよ。確かに最低でも毎年6人ぐらいは、うん、そうなんですね、知ってる人出るわけよ、ね、わけですから、うん、でもそれが誰も喋ってないっていうのはやっぱ警察ってすごいんだなって自分でなってみて思ったねって言っててまあだから、うん、格下げ的なね、罰があるっていうのもあるし。外に漏れちゃいけないしっていう、うん。でもなんかさ、ここだけの話とかって話したいもんじゃない？ね、居酒屋とかで話しちゃいそうよね。でも話さないんですよ。その人俺に話してるけどな。うん、そう。まあまあ元子はでも辞めちゃってるからね。まあもう、さすがに関係ねえかって感じだから、うん。で、そこ卒業して、うん、警察官になりまして、交番とかでなくって、もう署の中にいるんですって。うんうんうん、で署の中にいたらね、電話かかってくるんですよ。うん、電話かかってきて、何やろうと思ったら、なんか一般の方からの電話なんですって。うん、何やろうと思って出たらね、うん、すいません、みたいな、ちょっと変な体験しちゃいまして、って言うんですよ、うん。ある道をね、車走ってたら、おまわりさんに止められたんですよ。うん、こっちこっちって言って、止めるんですよ、はいはい。止められて、うーっと横に止めさせられるんですって。うん、何だろうと思って、別にスピード違反もしてないし、なんかあったんかなと思ったら、ね、もういないんですって。え？警察が。そう、うん。止めた警察がもういないんですよ。うん、と思って、ふっと顔出して、周り見て、降りて、周り見ても、もう誰もいないんですよ。うんうん、何なんこれみたいな、うん。でもさっきおったような警察みたいな。うん、これもしかして、いたずらなんかなと。コスプレみたいなんして、ああ、そういうことか。止めて、うんうん、で、ビビらせて逃げるみたいな。はいはいはい、これそれやわ、と思ったんですって、うんうん。でもこれって言わなあかんよな、と思って、署に連絡したみたいな。その時たまたまいたのがその子の方だったんですよ。うん、でも、まあ、多分これ一回きりとかやろうと思ったんですって。うんうんうん、もう大丈夫だろうと思って。まあね。うん、手込んだ、いたずらだから。そうそうそう。うん、ほったらかしてたら、一週間のうちに、うん。七八件、だから一日一件ぐらいのペースで電話来るんですよ。そうだね。一日一件以上だね。ペース来るんですよ。うんうん、多分対決者もっといるんですよ。うんうん、なんこれってなって、おかしいぞみたいな。うん、ほな、俺らも行ってみようかってなって、パトカーで行ったんですって。ああ、さすがにね。その場所にね、うんうんうん、乗って、ふーって行ったら、やっぱいるんですよ、警察が。うん、こっちこっちつってなんか、ライトでバーってして、で、こっちぐーって寄せられて、うん、おー、やっぱおるなーと思って止めたんですって。うん、ほんで、振ってみたら、もう誰もいない。うん、何これ同じじゃん。そう。ほんまやったんやな、みたいな。うん、でも、なんもない道だから、こんなところで隠れるところじゃないから、どこ行ったのかわかんないみたいな、うん。いや、ほんまにおるんやってなってね、うん。警察とか、あとね、タクシーとかって、ドライブレコーダーついてるから、うん、それ見よかってなったんですって、うん。で、ドライブレコーダー確認したら、うん、とびっくりすることがあって、うん、それっていうのが、少し前に、うん、そこでトラックに跳ねられた二人の警察官だったんですよ。顔が。あ、知ってる。止めてたのがね。あいつら、死んでも、そこで交通整理とか。仕事してんだ。仕事してんのって思って、うんうん。これなんなんってなったんですよ、うん。ほんまにこんなことあるんだって思って、うん。で、上の人に言うんですよ。うんうん、でも、これは言うな、みたいな。まあね、言っても。でも、どうしていいかわからない。これからずっと怒りますよって話になったんですよ。うん、ほな、どうしたらええかなってなったら。確かに。そこって事故が多いからね。多分亡くなってもそこ事故多いから気にしてなと思うって話になったんですよ。うん、自分もね、そういうなってるし。うん、だから、これはちゃんと、俺らでそこを交通整理なりなんなりした方がいいんじゃないですかあいつらの代わりみたいな。なるほどね。あいつらを成仏させちゃった方がいいってなって、うん、そこをついたんですよ。うん、人がね。さあそれから全くそういう対決する人いなくなったっていう。へー。本当になくなっても、そこの交通のまあ安全というか事故しないようにっていうのをちゃんと気にしてて、ずっとそこで交通整理してたっていう。でその人が来るまでは俺らがちゃんとやんなきゃっていう気持ちで残ってたのかもねっていう、ね。なくなってもその警察官の心みたいなの忘れずに、ずっとそこで交通整理してたっていう男がいたんだよ。のちょっといい話だね。そういい話なんですよ。うん、これはすごいなと思って、うん。もう一個ちょっと最後に話聞いたのが、うんはいはい、職業の中でね、あらゆる職業の中で一番怖い職業の人の喧嘩って知ってる？警察官がね、うん、止めるんですよ喧嘩をね当然。うん通報とかがあって、その時に一番怖い職業。うん、誰同士が喧嘩してるのかが。一
一番怖いのか。普通に考えたらやっぱヤクザ同士とか、その中国マフィアとか、なんかわかんないけど、はい、裏稼業の人たちの喧嘩じゃないの、うん、多分そういう人だってあんま喧嘩しないんですよね、表で。うん、まあそうだね。あんまりね、しないよね。一番怖いのって、力士って言ってました。確かに怖そうだわ。力士同士が喧嘩してるのが一番怖いんですって。見たことないけど。一回だけ止めに行ったんですって。うん、その方もね、うん、力士が喧嘩してますみたいな言われて、ほな行きますわって言って行ったんですよ。うん、ほなもう、人やったらね、うん、鉄砲とか撃つんかなと思うんですよ。吐いてとか。ああ、うん、相撲技ね。そう。うん、かなと思ったら、グー。まあまあ、喧嘩だからね。胸にグー打ち合うんです、顔面とか。もうボコボコ殴り合ってて。喧嘩だから。そう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 。そうでしょ。みたいな。鉄砲とかもうグッと掴んだりとかね。相撲技しないよ、喧嘩。せんのかなと思ったら、もうグーパンチなんですよ。うん、それならグーだよ。いや、こら、怖ーと思って。で、もう2メーター近い、入り気だもんな。巨漢がね、戦ってんすよ。ぐわーっと。で、見た時に思ったのが、これ、この間見たなんか、オットセイの喧嘩に似てんな、みたいな。確かに。人ではないよね、もう。おう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 、言うて。それそっくりやなと思って。人外の戦いよね。止められないんですって。すいませんって言っても、で、なんかね、話を聞くとね、後輩が白星重ねてて、で、先輩が勝てなかったんですよ。その時に、いや、後輩に負けたらダメでしょみたいな話になって、なんだよ、お前みたいな。先輩がこっちは、生意気だな、お前表出ろって言って喧嘩した人。もうグーで、うわーって言って、もう止められんぞってなって。そうだね。すいません、すいませんって止められないんですって。うん、黙っとれ、お前らみたいな。うん、こっちの中、中だみたいな。いや、ねえ。うわー喧嘩して、おう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 って音声がやってて、うん、どうしよう、これ止められんぞってなって、うん、その間もずっと殴り合ってんですよ。ねえ。どうしようと思ったら、後ろから着物着たね、うん、ちょっと綺麗めの老けた方がふーっと歩いてくるんですけど。うんで、どうしていった？そうそう。で、その人を見た瞬間、その二人の力士が、うわーって叫んで逃げるんですって。うん。喧嘩中の力士が。そう。うわーって逃げるんですって。うん。警察官はその力士を追いかけるんですよ。うん、そうだね。力士を追いかける。ちょっとーって、わーって追いかけていって、どうしたんですかって言ったら、うん、ずっと若い時から世話になってたんです、あの人に、みたいな。あ、世話になってたから、だから、見られちゃったから、喧嘩してるところをね。だから、もう怖いから逃げちゃったんだ、みたいな。うん、話をしたら、違いますよみたいな。あの人亡くなってんですよ、ちょっと前に。うん。で、その人がね、うん、亡くなる時に着させてた着物だったんです、それが。ああ、着てるものだね。その中で着させた着物で、そこに立ってたから、むちゃくちゃ怖くって、うん。二人ともその印象だったってことで、ね、そう、逃げちゃったんですって。うんうん、で、と思って振り返ったら誰もいないんですよ。うん。だからその、自分の世話してくれてた、まあ、女性の、そう、おかみさんみたいな方が、喧嘩しているのを、うん止めるために出てきて、例で、止めたんじゃないか、みたいな。だから、力士が喧嘩してたら、例を呼び合いです。もうさ、レアケースが2つ重なってるから、かなり難しいと思いますけど、うん、でも力士の喧嘩は確かに、はい、どれだけ格闘技やってとか、うん、でも多分止まんないよね。止まんないっすよね。うんでも生まれつき体つきが違うんだから、みんなと。パワーが違うから。そう、パワーが違うんで、それ止めるにはもうおかみさん呼ぶか、おかみの霊を呼ぶ。そう、おかみかおかみさんの霊を呼ぶかしかないんですよ。そうね。生きてるか死んでるか、うん、どっちでもいいけど、おかみを呼べ。ただ、ビタッとやんだって言ってた。だろうね。でも自分らも、青ざめるわ。そう、見てるんです、そのおかみは。うんあ、そっかそっか。ちゃんと。警察も見えてるんだね。見てるし、力士も見て逃げてるんで、うん、いろんな人が見てるんですよ。うん。ほんまに霊っておるんやなみたいな。ねえ、うん、すごいね、それ、話として。ただ警察官とかが、やっぱ例の話をしないのは、左遷されたりとか、格下げで降格したりとかするから。ね、信用問題だろうね。そうそうそう、それもあると思います。うん、今はわかんないけど、昔はそれがもっときつかったって。だから、まあ当時は言えなかったけれども、今はやめてしまってるから話せるんだよって。で、元公安になるのってかなり優秀じゃないとなれないんですってね、試験があったりとかしててね。それこそも警察学校で史跡で卒業して、うん、で、警察でもかなりいい成績を残していて、うん、でね、20代から35ぐらいまでの、までしか受けられない試験があるんですって。うん、で、身長も体重ももうこれ以上じゃないとダメみたいなのがあったりして、うんうんうん、それをテストを受かった人だけがこうなれるんですって。うん、で、それを後知ったんですよ、会った後にね。うんうん、かなりこの人優秀な人やったんや、と思って。そうだろうね。うん、でこうやってめちゃくちゃ重要な情報を扱うからね。そうなんですよ。うん、本も出したりとか、取材も受けたりとかしてる人なんで、まあ、そんな人が嘘をつくわけないんだよね、僕相手に。まあね。うん。ただ、口は軽めよね。口は軽いよ。公安なのに。喋りたくてしょうがないんですって。公安なのにと思うよね。今まではね、例の話とか多かったんですよ。うん、第1段目、2段目ってね、はいはい、例の話が多かったから、ちょっと次ね、どっかでやるときは、人怖っ。
ああ。これが真骨頂なんで。まあ、ってかそっちの方が多いよね、うん、普通に考えたら。そう。事件とかもね、多いから。めちゃめちゃやばい話が結構あって。あるんだ。まあ、多分話せないところもたくさんあるんで、話せるのは、次話すのは、どうしても知りたい情報があって、喋、うん、ってくんないときには、どうやってその人を廃人にして喋らすかっていう方法があるんですよ。なるほど、ね。しかもそれも法に触れない方法で。ちょっと、拷問に近い感じかな。そうですね。ただ、触れてないです。もう、触れてない。ワンタッチもせずに、人の心を壊して廃人にする方法があるって。その方法を教えてもらったんで、それを皆さんに今度、はい、間違っても真似はしないようにね、しないでください、ね、していただきたいですけど、という、はいはい、お話でした、はい、ということで我々都市ボーイズですね、サブチャンネルもございます、都市ミナティチャンネル、こちらは、ラジオ形式で聞けるようなやつになっておりますので、ぜひ登録お願いします、はい、お願いします。僕ら1億人突破目指しております。1億人突破しましたら、はい、あの前回のね、うん、元公安会を、うん、元公安の方が見られたみたいで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。これもじゃあ見てるかもね。そう、見てると思います。うん、まだまだ面白い話たくさんあるから、うん、聞きに来いよって言われたんですよ、うん。聞きに行くぐらいだったら、あんたが来たらと思ったんですよね。まあね、ゲストでね。そうそうそう。うん、モザイクなんなりかけるし、ねうん、声も別にかけられるしね、モザイクなんていうのを簡単に。はいはい、あんたが来たら。いやいや、やめなさい。あんたが。重要な情報をいただいてるんだ、うん、見てるんだろ、あんた。あんたが来たらいいんだよ、だから。まあでも、1億に突破してたら、うん、俺らもそれなりの格になるから。まあね。うん、住んでます。やめなさい、言うの。個人情報。はいはいはい、はい、はい。以上です。ありがとうございました。